全日本模型ホビショー2024タミヤブース注目の1台ポルシェ956のコーナーにやってまいりました。はい、めちゃくちゃかっこいいです。はい、これ最近ね流行ってるこのタミヤの C カーのポルシェ956ボディがようやくって感じで出てね、一部のシーカー会話が異様に盛り上がってるという車なんですけど、はい、ちょっとねお隣に今タミヤの担当者さんが見えるんで、はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は10分の1でようやくこのね、はい、シーカーの956が初めて、956初めて、今まであのレーシングマスターマーク5かなんかで、あと RM で、RM で10分の1のニューマンハースのやつもあって、はいね、PP レーシングの、まあ、どちらかというとラジコンの空力寄りに形状を作り変えた、はい、リアウィングとかはもうダウンフォース重視ですね、12用っぽい感じの956があって、ね、まあ、あとはタムテックで962があったんでしたっけ、はいね、あれはもうプラスチックのですね、はい、はい、ポルカボじゃない形の24ボディ、はい、というわけで今回はついに10分の1のこの、まあ、これはシーカーシャーシーって呼び方でもいいんですかね。そうですね、あの正式名っていうのはあのはっきりとした名前で実はないんですけども、はい、通称シーカーっていう名前で、シーカー用のバスタブシャーシー的な感じで、はい、まあマツダとかあと、ね、ジャガーとか日産とか C11 とか、はい、あ、それ最近 C11 が出たおなじみのシャーシーに、まあついにだもう大本命の、そうですね、シーカーといえばもうポルシェという956っていうところでですね。で、まあそれの一番象徴的なこのロスマンズカラーで、そうですね、ようやく、はい、いやーこれも40年近く前ですかね、これが今なんで今ってよく聞かれるんですけど、ですよね、特に今まで散々こうリクエストあって出せてなかっただけで、まあマツダはまあイルマユカテですけど、ね、まあ、はい、ジャガーとか日産が出てるのに、あのタイミングで優勝したタイミングで12分の1とかは出してたんですけど、はい、で787は優勝した後に出して、はい、これももうその当時になるともうすでに12分の1とか存在してたんで、はい、その後出さずにずっと、あ、そこがちょっと被っちゃってタイミングを意識したって感じで、もうそうですね、既にあったんで12分の1が、はい、で今回10分の1で C11 を出して、ではい、新しいボディということでリクエストも、まあね、最近僕の周りというか、はい、結構シーカーの集いがすごい盛り上がって、ああ、でその上あの C11 が出たので、あれが割と形状がちょっと近いので、うーん、 C11 をポルシェ風に塗るっていう人がめちゃくちゃいて、存じてます、はい、ね、っていうところにようやく本命のタミヤさんから本家が出たということで、いやーかっこいいですね。完全に高速仕様 で、ね、これはルマンのローダウンフォース仕様、まあ、ローダウンで、ロングテールって言われてるタイプの、はい、まあダウンフォースはちょっと少なめで、はい、スピードが出るタイプのボディなんですけど、全長がものすごく長いので、はい、現状、はい、一番長いボディになります、ボディ本体としては、ね、はい、これシャーシー的にはマツダとかあのホイールもマツダと同じ感じですよね。270になります、はい、中間ですか、ホイールベース、はい、はい、でホイールはこれ多分 787B と同じ感じ の、ね、の色違いで、はい、ですね。でまあこのルマン仕様的なこの低くて長いテールでロードラックっていう感じの仕様ですね。はい、まあ僕も50代のおじさんなので、やっぱり956といえばルマン123の、ね、あれのイメージがめちゃくちゃあるんで、これも10台中、あ、トップ10の9台占めた、ああ、9以外を全部この956で独占した伝説のシャーシー、はい、あ、ボディですけど、はい、でまあ、これ1、2、3番のステッカーがついているということは、はい、3台買えば123仕様が、はい、123仕様、はい、ゼッケン1、2、3と、あ、123、そうですね、はい、はい、この鉢巻き3種類も再現できるという形ですね、はい、いや素晴らしい。まあ、あとはこのタバコ広告さえなんとかすれば、当時もんな感じで、そこはちょっと、こればっかりはって感じですね。しようということで、はい、はい、まあでもあのレーシング仕様の実車もあったんでね、これ、そうですね、はい、いやーありがとうございます。でまあ今回この本当にオタク向けというかおっさん向けで、この展示がね、うん、このあ、そうですね、上にぶら下がってるという、かっこいいなあ。これちゃんと書いてありますね。僕はオタクなんで、あ、ポルシェミュージアムだって分かっちゃったんですけど、書いてある、はい、
実写のねポルシェミュージアムにこういう形で展示されてるって感じで、それをちょっと持った形になります。いやーたまらんですね。これ僕も部屋の屋根に飾りたいです。あ落ちないように気をつけていただいて、はい、はい、ぜひお願いします。まあ実写がこういう展示されてるってことでね、いやこれもちょっと模型の楽しみって感じですね。素晴らしいです。見せ方ということで、ねえ、いやこれが刺さるおじさん結構いると思います。ね、いらっしゃると思います、ね、はい、まあ、ということで、じゃあこれ完全ボディは新規金型 で、はい、でライトケースも前後で再現してますので、あ、はい、あリアも LED つけれる感じになってますね。右と左きっちり違いを再現してますので、あ、本当だ、これマニアしかわからない感じですね。そうですね、マニアの方だとわかると思うんですけど、はい、これ右と左でねこのレンズの数が違うというね、ベルの、いやー素晴らしい、いやーいい感じですね。あで、まあこのロングテールもバッチリで、ステッカーはこれ色2色塗り分けてって感じ。そうです、青と白を塗り分けて、 あ、はい、あとロスマンこのレーシング仕様の赤と、はい、ストライプはステッカーで貼れるって感じなんですね。間はステッカーで、あー、じゃあ、 まあ比較的楽な縫い分けで、そうですね、この、はい、2色ロスマンズ仕様、はい、まあロスマンじゃないレーシング仕様ができるという感じで、はい、ここはもう真っ白で塗っていただいて、中は色が入りにくい部分はステッカーでブルーは準備してます、ね、本当だ、はい、はいはい、あでこのウィンは別体を貼り付ける感じですか。別体じゃなくてこれ一体型です、ね、あ、この羽はどうなんですか。羽も別体ですね。これ、あ、こういう、これは別でつけるんだ。あ、これここ樹脂ですか、このリアウィングは。リアウィングはステーだけ樹脂です。あ、ステー樹脂で、ここが別のポリカー。これ塗り分けしてって感じですね。でここに4箇所。あ、はい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 、はい、裏ボディとウィングは2箇所。ステーで止めてる、ね、はい。キャップで止めてるって感じです。はい、あ、ちょっとじゃあこれライトハウジング。はい、あこんな感じで LED を仕込みやすい感じになってるんですね。そうですね、ちょっとギアはいいんですけど、はい、フロントがタイヤと結構ギリギリですよね。あまり、はい、じゃあ砲弾型だとちょっとギリギリな感じ で、ね、まあ、チップ LED 的なのをつけれれば、ね、それだと楽かなっていうところですが、まあこの辺は皆さん工夫してくれると思います。以上、それ工夫できる材料だけは準備させてもらって、はい、あとは自己責任でタイヤに当たらない感じ で、ね、はい、当たると、まあ、巻き込んだりすると大変ですので、ぜひそこら辺はつける場合は工夫していただいてというところです。はい、ありがとうございます。いやー、これが出ると956962系ってめちゃくちゃ空張りがあるんで、もう各自好きな空張りね、おそらくここに皆さん思い入れのある。そうですね、日本でもいっぱい走ってたんで、いろいろ遺跡とかトラストとかやりようがいくらでも、あととかでも日本のチームいっぱい出てますね。キャノンがあったり、ありましたね、はい、まあ、ちょっと本当にカラーリング多分100超えてると思うんで、まあ、まあ今さとか、はい、そっちね、アメリカのレースでも96には出てたので、そうですね、まあ962関係もまあほぼ、ね、まあ分かんないので、まあ、ちょっとこの長さが違うとか ね細かいところなので、いや、まあ、ちょっとここのウィンカーの前が、そうですね、ここはちょっと伸びてるんですよね。ある程度は雰囲気では多分変わらないと思います。あ、いや素晴らしい。じゃあこれがめちゃくちゃ売れたら、個人的にはハイダンホース仕様のも結構好きなので、962なり、ね、そうそうね、962のハイダンホース仕様、はい、まあ、めちゃくちゃ売れたらそっちもよろしくお願いします。まあでも結局別で型作んなきゃならないから大変は大変そうです。多分そうなると全然別のですよね。これ長いんですよ。ああはいはい、あ、あれはショートなんで、はいはいはい、短いんですね。はい、まあ、まあそれが僕のただのオタクとしての希望なので、もう、はい、はい、いやありがとうございます。まあ、あとはまあこれもね、タミヤさんで空張りも他にニューマンとかあってもいいかな。まあ、今のところまだなんか出る予定はないんですけど、はい、そういうリクエストもあればまたいろいろ検討して。ですね。いや期待してます。はい、まあ、ちょっと本当にこれでこれからシーカーイベントがすごいさらに増えそうな気がするので。そうですね、はい、いやありがとうございます。これはおじさんルマン好きの夢が叶ったって感じだと思いますので。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあちょっとここはね、タミヤからようやく発売された10分の1のポルシェ956の紹介でした。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、僕も多分買うと思いますので。ぜひお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。